サッカーベルギー代表は、ベルギーサッカー協会により編成される、ベルギーのサッカーのナショナルチーム。ベルギー代表は、FIFA フフワールドカップには、第1回大会から3大会連続出場の、実績を持つ、1980年代にファイリアン、クーレマンス、ジャンマリー・プファフ、エリック・ゲレツらが対等してから流星を迎えた。UEFA 欧州選手権1980で、地元、 イタリアを抑えて決勝に進出し、準優勝に輝いた。1982FIFA ワールドカップでは開幕戦で、ディエゴ・マラドーナを擁する前回優勝国のアルゼンチンを1-0で破るバンクルワセを演じ、ワールドカップ出場6回目で初めて、グループリーグを突破。エンツォシーフォ・ジョルジュ・グルンダが加わった 1986FIFA ワールドカップでは、 欧州予選プレーオフでオランダと対戦し、アウェーの第2戦で、オランダの出場権獲得が迫っていた中で挙げた85部のゴールによって、アウェーゴールルールでの突破を果たした。本大会でもグループリーグ3位と苦しみながらも、決勝トーナメントに進出し、ソ連、スペインを立て続けに破って、初のベスト4となる4位に躍進した。その後も、 シーフォラを中核に1990年、1994年、1998年と3大会連続で本大会出場を果たし1990年と1994年大会ではベスト16に進出した。ちなみに参加24カ国6グループ制だった時代に1990万1994と2大会連続で第一シード権を得るなどした。 UEFA を欧州選手権では、UEFA ユーロ2000をオランダと共催したが、1勝2敗で、グループリーグ敗退に終わりフ、FIFA フワールドカップと欧州選手権で続いていた、開催国は必ず一次リーグを突破するという、伝統が初めて崩れた。2000に FIFA ワールドカップではマルク・ウィル・モッツを用意しベスト16に進出したが、世代交代に失敗し、この大会を最後にワールドカップ、 欧州選手権ともに予選敗退が続き、2010年にはフィファランク68位まで後退した。その後はユース世代の育成改革が成功し、エデン・アザール、ケビン・デブライネ、ロメルル・カクラ・黄金世代の選手が次々と現れ始め、国際大会でも優勝候補の一角と目され始めた。2013年10月11日、ヨーロッパ予選グループ A で、 首位通過を決め、3大会ぶりに FIFA フフワールドカップへ出場することになった。本大会ではグループリーグ3連勝で首位を通過。ラウンドオブ16では延長戦でアメリカに勝利し、1986年大会以来28年ぶりにベスト8へと進出した。準々決勝ではアルゼンチンの前に敗れた。2015年11月5日付の FIFA フフランキングで、 史上8カ国目の1位となった。UEFA ユーロ2016で4大会ぶりに本大会へ出場し、ベスト8まで進出したが準々決勝でウェールズに敗れた。2018FIFA ワールドカップヨーロッパ予選ではグループ H で9勝1分けという圧倒的な強さを見せ、欧州一番乗りで本大会の出場権を獲得した。本大会では グループ G を三戦全勝で、首位通過し、決勝トーナメント1回戦では日本に3の2と、大逆転勝ちし、準々決勝ではブラジルを2の1で退けた。準決勝はフランスを相手に0の1で敗れたが、3位、決定戦ではイングランドに2の0で勝利し、競合国とも互角に渡り合った。1986年大会を上回る3位となった。 一年延期された UEFA ユーロ2020では2大会連続で準々決勝で敗退した。UEFA ユーロ2020と直前に行われる親善試合のギリシャ戦とクロアチア戦に向けて発表された26人のメンバー。監督はスペイン人のロベルト・マルティネス。キャップとゴール数は2021年5月30日に行われた。 ベラルーシ戦を反映したもの2021年10月11日現在、水色は現役代表選手2021年10月11日現在、水色は現役代表選手ふとじは現役選手。ありがとうございます。